はい、というわけで皆さんこんばんは、始まりますスピチューブというわけで、今日は、ね、笹川瀬湾に来てるんですけど、18日の、夜から、大雨が降り続いて、この今のね2時現在水位がね 2.1 メートルということで、水防団の警戒態勢の、水位に上がってきてるんですけど、2年前ですね、2年前に、氾濫寸前まで追い込まれたんですけど、結構この辺もね水浸しになったり、その水位の情報っていうのが結構確かじゃない部分もあったんで、可能な限りねちょっと今日は、見てみようかなと思います。はい、というわけでスピチューブちょっと見ていこうかなと思います。この辺なんですけど、普段はそんなに、水がないんですけど、結構ギリギリまで来てますね。多分もう 2,3 時間、経ったらこの辺とかは水浸しだったような、感じがしますね。普段は本当に少ないんですけど、なんですかね、ちょうどね田植えシーズン、今年はそのウイルスの関係で5月じゃなくて6月ぐらいにその田植えシーズン始めたような感じなんですけど、ちょうどその時が重なったような感じで、ちょっと水が多いですね。ちょっと下の方も結構水が来てますね。ここの方見えますかね。普段はこの辺とか全然水がないですけど、すぐそこまで来てますね。川の流れが緩やかに見えるんですけど、あの橋の下に、橋桁ですかね、ぶつかってる、水を見ると結構ね緩やかなんですけど、流れというかそこの方がね結構勢いが激しいかなと思います。おお、すごいですね、ここの結構な水が来てます、上の方まで。それほどじゃないですけど、本当にこの短時間で降った雨でここまでの勢いが、ね、来るとはちょっと意外ですけど、ちょうど水防団が、準備体制ということで、ちょっとあまりどんな状態になっているのかわからないんですけど、この先に排水ポンプ場があるんですよね。西日本豪雨の時にどんな感じだったか、ちょっと機能したのかはちょっとわからないですけど、ちょっとね確認をしたいなと思います。これすごいな。そうですね、これが、こっち側田んぼ多いんですけど、用水路とか多いんですけど、こっちの水を排水してるんですよね。どちらかというとこの向こうの方が、低いんで結構水が溜まりやすい状態なんですよね。ここがね、水位が見える場所なんですけど、今現在が 2.20 メートルということで、 2.4 になったら注意、7になったら、避難ということになるんですけど、本当あともう少しな感じなんですけど、まだ若干余裕はあるんですけど、はい、ここがパソコンから見える、ライブカメラの場所なんですけど、ちょうど山陽新幹線が通る目の前の方に、このライブカメラが見えるんですけど、まあ、基本的にはこれを見て川の状態を判断している状態なんですけど、はい、また 0.01 上がりましたね。これから山からの、
水がどんどん増えて、まあ、ギリギリまで、なんとかなるとは思うんですけど、水位が上がってきてますね、さっきより。見えますかね、あの橋、線路、電車が通ってる橋、もう結構ギリギリまで来てますからね。完全に水が浸かって進めないですね、これ。もうすぐそこ道あるんですけど、ここ浸水してますね。向こう側に移動できないと。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、というわけでね、河川の状態などを知りたい場合は岡山県河川カメラと検索していただければ、このような感じでね、調べることができます。はい、というわけでですね、梅雨は始まったばかりですけど、このような形で、1日短時間の間で、大洪水になると思いますので、皆さん十分に気をつけてください。それでは失礼します。